今回の授業は僕たち3人が作る3色のアナースルチックを君たち5人に攻略してもらう。ルール説明。1つのアスレチックにつき1人でもクリアすることができればチャレンジ側に1ポイント、全員クリアできなければ負けた側に1ポイントだ。さあ、それと今回負けたチームにはクラスター TNT を受けてもらうからね。アスレチックが好きという人はチャンネル登録と高評価よろしく。さあ、それではまずは穴アスレチックを作るために穴を掘っていこう。了解です。穴はどうやって掘りますか？それに関してはこのダイヤモンドのツラッシュを使って3人で掘っていくぞ。それではまずはエメラルドの穴が完成したね。おお、なんだか綺麗だぞ。うわーっと、安心してくれ。下はスライムブロックになってるからダメージを受けることはない。おろせそう。切れてもいいですか？ああ、すまない。ちょっとした冗談だったんだよ。冗談冗談。それでは気を取り直して今から穴アスレチックを作っていく。さて、1つ目のアスレチックは完成だね。こんな感じで柱があるから簡単に降りることはできない。それではミサイ兄さん、試しによろしく。いきます。さーて、いきなりプレス。これはかなり難しそうだね。よし、それではね、さらに難しくするために一旦スライムブロックを削って穴を作っていく。さらにここにコーストブロックを置いたらトラップの完成だ。それではミサイ兄さん、今のところに乗ってもらってもいいかな？スライムブロックの上でいいんですよね。ここを歩いたって、おい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 、みたいな感じで底が抜けるからね。これはなんだかんだ鬼畜なトラップだ。それでアスレチックの続きを作っていこう。さて、マグマの一本道を作ったね。それでは今から側面に大量のブレイズを置くスペースを作っていく。よし、完成さ。兄さん、兄さん、試しに通ってくれるかな？わかりました。ここを突っ走ればいいんでしょうね。って、うわー、ブレイズの火の玉めっちゃ飛んでくるじゃないか。てか、こんなもんクリアできるのかって。あ、意外といけるかもしんねえな。って、あ、どうやー。さあ、二つ目のアスレチック完成だね。それでは最後にボス部屋を作っていこうかな。ここにボスと戦うための剣を入れておいて、今から召喚するミュータントスノーゴーレムを倒すことができればこのステージはクリアだ。さあ、クリアできるかな。よっしゃ、まずは俺がクリアしてやるぜ。穴の中はどうなって、ちょっとこれ通り抜けられんのか？いや、気合があれば何でもできるっつって。行って。さあ、これでクリア。やはり赤ちゃんではクリアできないか。ならば俺が出るしかな。これは普通にはクリアできないが、俺は今回低速落下のポーションを持ってきた。これを飲むことによって落下スピードを遅らせることができる。はぁ、本当だ。この天才的な攻略方法はスイスイ通り抜けてこの。ったく、ミスターマネーのやつ油断しやがって。こうなったら俺が行くしかねえ。ってなんだこりゃ。普通にクリアするのは無理だな。だったら普通じゃないやり方で行くぜ。壁に近っ、おっと、少しダメージを受けたが大したダメージじゃねえ。こうやって壁に捕まってゆっくり降りればなんとかクリアできるってな。さーて、下まで来たぜ。確かミスターマネーのやつはここでしくったんだよな。って、なんだこの数のブレイズは。こんなの突破できんのか。けっ、いって、くそ。こうなったらここは全速力で走って、うわー、こんなの回避できねえ。まったく情けないやつだな、弟。仕方ねえ。ここは俺が代わりにクリアしてやるか。って、これ抜け目ねえな。となると、さっきの弟みたいに壁に捕まってゆっくり降りるしかねえな。へっ、大したダメージじゃねえ。まあ、俺にかかればこの程度のアスレチック、簡単にクリアできるぜ。てか、下はスライムブロックになっていたのか。ゆっくり降りてきて損したぜ。さて、弟はここでしくったのか。大量のブレイズ。まあ、普通にクリアするのは難しいが、俺はちょっと、裏技を使って、やった。ここに登っちまえばブレイズは攻撃できねえってな。てなわけでここは突破させてもらうぜ。お、先に扉があるな。あの先に行けばおそらくクリアだな。さて、ささっと飛び移って、あとはこれでクリア。あぶれ、ひとまずドアの先に行くぜ。ふう、なんとかなったな。それじゃあ今から武器を取ってあのミュータントスノーゴーレムを倒せばいいんだな。へっ、楽勝じゃないか。先制攻撃。
こいつ何もしてこないじゃねえか。それとも俺の攻撃が早すぎて何もできねえのか。だったらこれでトロロロロだ。クリアしまったね。ま、余裕だったね。クリアされちゃったか。次クリアされたら負けちゃいますよ。次からは難易度を上げるべきですね。そうだね。それではまずは穴を掘っていこうか。おお、黄金の穴ができてる。ちょ、何するんですか。すまない。まあ安心してくれたまえ。下は水になってるから落下ダメージを受けることはない。さあ一旦下に来て、今からこの穴を突破されないようにレーザーを大量に設置していこう。どうだ先生、レーザーの設置終わりました。これ本当に終わったの。ダメダメダメ、こんなんじゃ全然足らないよ。ここにね、レッドストーンブロックを全部敷き詰めちゃって、上からレーザーをかぶせていく。さあ、あと1マスもここもだね。さあ、レーザーを設置したらこれで OK だ。これクリアできなくないですか。次負けるわけにはいかないからね。よし、さっきよりもレーザーの数を増やした。これだったらクリアされないだろう。じゃあミサギさん、試しに頼む。いいですけど、これクリアできなくねえか。けどごちゃごちゃ考えてても仕方ねえ。いたって、これは無理だろう。これを普通にクリアするのは無理だね。さ、続きを作っていこう。よし、空間が完成したね。で、この下は奈落の底に続いていると。さ、もう一個だけ鬼畜アスレチックを作っていこうかな。まずはここに普通の金ブロックを四角形に置いて OK。 で、このブロックは普通に乗ることができるんだけど、もう一個はね、このゴーストブロック。まあ見た目は一緒なんだけど、これを踏むとなんと足元が透けちゃうんだよね。まあ試しに乗ってみるとこんな感じだね。完全にすり抜けてしまう。それじゃあ続きを作っていこう。2択のアスレチックが完成したね。ミサギさん、試しに運試しでやってみてくれ。わかりました。まあ技術っていうよりはあくまで運だからな。よーし、まずは1個目。さーて、どっち行こうかな。さあ、お、2つ目もいけた。これ案外いけるかもしんねえな。じゃあ次はこっちにするかな。よ、取った。おえー、まあ今回はこれをクリアすれば勝ちなんだけど、なんとね、最後のマス目どっちも底が抜けるから絶対にクリアできない仕様になっている。よっしゃ、今度こそ俺がクリアしてやるぜ。さて今度はどんなステージって。やべえじゃねえか、大量のレーザーでこんなの突破できんのか。いや考えてても仕方ねえ、ここは気合で乗り切るぜ。少し触れても問題はねえだろ。あ、いけるじゃねえか。だあ、赤ちゃん雑魚すぎてクソ。というわけで俺が行くわけだろ。普通にクリアすることはできない。ならばこちらもズールを使わせてもらおう。俺は今回このパラグライダーを使わせてもらう。はぁ、どうだこの天才的なアイテムを。ゆっくり加工することができる。これならばレーザーを簡単にかいくぐることも可能だ。天才的頭脳。天才とはこの俺のためにあるようなこと。まあこれぐらいならば致命傷にはならない。さてこのまま落下して、なんだこれ。さすがに今回は同情するぜミスターマネー。なんたってこれ絶対クリアできねえようになってんじゃねえか。けどこういったアスレチックは楽しそうだからね。ひとまずやってみるか。よっしゃ、さてここをかいくぐってレーザーの間をすり抜け、いって来たな、抜け目のないレーザー。ここはエンダーパルデ。よーし、なんとか突破したな。これ絶対クリアできねえじゃん。ま、突破したんだけどよ。って、なんだこれ、二択を選べってことか。まあ運次第ってことだよね。じゃまずは右、いきなり行けたぜ。じゃあ次も右、いい感じいい感じ。さて右、お、これもしかして行けるんじゃねえか。さあこれぐらいで出てる。まあ弟にしては頑張った方じゃねえか。というわけでこのレーザーアスレチックに挑戦するぜ。へへへへ、面白そうじゃねえか。
さて飛び込んで、あとはレーザーをかいくぐれば簡単に突破できるってな。楽しいじゃねえか。だがここを突破することはできねえ。だから俺も弟に習ってエンダーパールでクリアってな。どうやら意地でもクリアさせたくねえみてえだな。さて続いては抜ける床だったよな。運試しってな、運には頼りたくねえからな。あ、こいつはいいもんあるじゃねえか。ここにぶら下がっていけば運とか関係なくクリアできそうだな。さて目の前まで来たぜ。とは言ってもこっからは運になっちまうからな。任せるしかねえってな。うっせえ。さあここでどうやらこのアスレチックは普通ではないようだ。だったら僕もズルをさせてもらうとする。こっからエンダーパールを投げ入れれば簡単にクリアすることができる。さてミスターレッドは右側の通路がダメだ。だったら左側の通路は絶対に正解だ。この時点で僕たちの勝ちは確定している。あとは進むだけだな。さ、やっとここまで来た。ミスターレッドのおかげでこっちが正解。ピカ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 。そんなバナナ。やったー、まずは一勝。いやいやいや、そもそもあれクリアできないんで勝って当然ですよ。さすがに難しすぎる気がしますがね。何言ってるんだ、もっと難しいのを作ろう。さーて、ダイヤモンドの穴ができたから、今からこの穴を簡単には降りさせないようにトラップを作っていこうかな。さーて、ここにブロックを置いていって、あとはね、ここを接着剤でつなげてもらって、よし完成。まあ今回はギリギリクリアできることもあるかな。さ、兄さん兄さん、試しに降りてきてくれ。いや、ほとんどこれも無理ですけど。さあ、次を作っていこうかな。よーし、空間ができたね。下は奈落に続いている。ここにアスレチックを作っていく。完成したね。よし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 、ミステイギンさん、試しにやってもらっていいかな。いや、普通にクリアできなくねえか。これ一発しかないっすよ。いや、でも意外としゃがめばいけるのかな。よし、試しにしゃがん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 で。やっぱ無理じゃねえか。まあ、今回もクリアできないようになってるからね。いや、さらにクリアできないようにちょっと意地悪しちゃおうかな。ここのスピードをマックスにして、これはクリアできないんじゃないかな。ああ、多分ここには到達できないだろうけど、一応作っておっか。ここに武器を入れて、今回はね、このミュータントエンダーマンを倒すことができれば、このアスレチックはクリアだ。さーて、生徒たちの挑戦が楽しいだ。よっしゃー、今度こそクリアしてやるぜ。さあ、中身はってなんだこれや。またとんでもねえことになってるじゃねえか。けど考えても仕方ねえんだよな。運よく生き残るかもしんねえから。大丈夫だ、行くぜ。赤ちゃん、その心意気だけは認めてやる。しかし考えが浅はかすぎる。それではクリアできるものをクリアできない。よって俺はこのゴールデンクラウドブーツを使ってアスレチックをクリアする。なんとこれは落下ダメージがゼロになるという優れもの。しかしなかなか下に降りられないぞ。はぁ、しかしダメージを食らうことは全くない。はぁ、まず第一ステージクリア。てか早すぎてクソ。次のステージを。なるほど、あの隙間をくぐり抜けて進めということか。しかし今の俺ならばクロングシーモット。てか今回のアスレチックヤバくないか。普通にクリアできるようになってねえよな。何が何でも勝ちたいみたいだが、そうはさせないで。よっと、ここ、おっと、少しかすっちまったが、壁をこうやって掴んでゆっくりと、うん、危ねえ、なんとか乗ることができたな。さて、俺、なんとか下まで来ることができたが、こいつは、まあ、まだまともな難しいアスレチックだな。ここはしゃがめばいけるってな。さ、しゃがんで、よし、まずは1個目突破、すぐしゃがんで、うん、これは、危ねえ、今のはヒヤヒヤしたぜ。さて、ここ待ってしまった。
あの程度のアスレチックをクリアできないようじゃまだまだ甘いな弟。ここはこの俺がお手本ってもんを見せてやるぜ。さて、しまった、いきなりぶつかっちまった。だが生きてりゃ別に問題はない。って危ねえって、なんだこのスピード。おい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 、今回もクリアさせる気ねえってか。なかなか下に降りることができねえけど、やるしかねえって。なんとか突破したね。さあ続いてはさっき弟がしくったステージ、かなりハイレベルだが俺なら突破できる。よし、まずは1個目、2つ目。こいつはスリルがあって楽しいね。よく考えてくれたぜ。さて続いては一旦ゆっくり行ってから。あ、こいつは案外冷静に行けば簡単にクリアできるかもな。焦ってさっさと行こうとするとむしろ自爆するってね。さて残り2つだね。ここを突破してしゃがんで、へっ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 、楽勝って。なんだこれ、さすがに回転速度速すぎだろ。抜けることができねえ。およと、あなあミスターブロック、あのステージクリアできるようになってないだろ。これはミスターマネーの金だ。何かクリアできるアイテムをくれないか。お金では私は動きませんよ。だったらこれならどうだ。な、それは私が欲しかったパソコンではありませんか。渡してやってもいいんだが。ありがとうございます。ならばこちらを持っていくといいでしょう。私の試作品ですが、ジェットパックです。なるほど、確かにこれがあればクリアできそうだ。お、自由自在に空を飛ぶことができるのか。よし、これでクリアする。さ、相変わらずクリアさせる気がないステージだが、さっきミスターブラックからもらったこのジェットパックをつければ簡単にクリアすることができる。さ、あとは出力を調整してゆっくりと降りていく。意外となかなか下に降りられないんだ。まあダメージを受けることはあまりないんだ。よし、このままゆっくりと下に下がっていけば、この回転速度尋常じゃない。だが下まで来ることはできた。さ、最後のステージは一番簡単にクリアすることができる。さ、最後のステージ、あのミュータントエンダーマンを倒すこと。いきなりブラインド攻撃、前がまともに見えない。だが浮いていればダメージを食らうことはない。さ、武器を回収した。あとはこれでミュータントエンダーマンを倒せばクリア。さ、ヒットアンドアウェイを繰り返していくとする。このスピードついてこれまい。さ、この剣の必殺技を使っていくとする。な、全て跳ね返された。さ、そろそろチェックメイトの時間だな。さ、ダイヤブロックをこっちに投げつけてくる。厄介な攻撃だけど、どうやら倒したみたいだが、自爆か。まずい、ここから抜けなくてダメージを受けてしまう。まずい、ここまで来て危なかった。なんとかクリア。あ、バカだ、クリアされただって。それじゃあ TNT を受けてもらいます。先生どうなったのかも。最後まで動画を見てくれてありがとう。チャンネル登録と高評価もよろしく。よかったら他の動画も見ていってくれ。積み重ねてぶっ壊せ僕、なくせないぜちっぽけな宅。